無茶振りするからです。無茶私が言ったから、うん、いやそういうことじゃないでしょう。はい、この今日は雨降ってるからですよ。天気のせいですか。タグさんのお話の途中でしたけれども、はいはい、牛谷、はい、まあ、牛谷音楽教室はどうでもいいんですけど、うん、まあ、ピアノを習い始めたのがきっかけですね、うん、それまではそんな別にこう特に音楽が好きとかそういうのは多分なかったと思うんですけど、うん、ただ始めたらすごい楽しかったのだけは覚えてます。ピアノ、はい、だバイゲルだけは、うん、あの恐るべきスピードで終わって、うん、もしあの天才児と呼ばれたんです。あら、その当時は、おお、はい、本当楽しかったですし、ただ僕の年代ぐらいだとまだね、男でピアノ習ってるって結構バカにされるような、こう今はそんなこと全くないと思うんですけど、逆にかっこいいぐらいだと思うんだけど、僕の頃はまだこう男子たるものみたいなのがまだかなり強かったので、ああ、ね、うんうんうん、それはわかるわ、はいはい、だからそのうちこうピアノを習ってますっていうのがこう恥ずかしくなっちゃったんですね。わかるわかる。でだんだんもう弾かなくなってっていう感じですね。それがいくつぐらいだと。それもう小学校までずっと続けて、でもただなんかうち の, あの父親も母親も、うん、まあ、勝手にこいつは運動はダメだって思ってて、あらま、うん、でまあ人より何か弾いててるとしたらなんか音楽なんじゃないかって勝手に思ってたらしくて、うん、で中学校の時にその何部に入るみたいな話、うん、またね文化部はちょっと嫌なんですよ、やっぱなんか心理的に、あ、うん、なんか別に興味ないわけじゃなかったんですけど、吹奏楽部は嫌だったんですけど、うん、ただあのピアノやめるんだったら吹奏楽部入るっていうのがすごい言われて、うん、僕少年野球やってたんですけど、うん、こんな話しましたっけ、わさずさんに。なんか昔聞いたよ、で父親が監督だったんですよ、僕のチーム、青葉ドラゴンズ、まあ、名前はどうでもいいんですけど。でだから父、僕 の, その要は運動神経とか見抜いてたんでしょうね、うん、で ある時、まあ、で中学校入って、うん、あの吹奏楽部入れとか言われるのがまた強制されるのが嫌だから、うん、ちょっと反抗期みたいなのも始まってたので、うん、いや俺は好きな部活入んだみたいなことを言ったら、うん、もう父親がもうその時食べていたご飯の手を止めてですね、うん、箸を置いてて、うん、お前は運動は無理だと、あら中学生になりたての僕に、うん、お前無理だと、レギュラーになれずにね3年間棒に振ることはない、はあ、だったらお前なんかちょっとでも向いてそうなもんやったらいいじゃないかって言われて、うん、で吹奏楽部入ったんですよ。無理だってすごい強いな。強いですね。無理だって言われました。 You cannot do that って言われました。完全否定ですから。本当ですよ。そうなんだ。なるほど。はあ、でもすごいな。すごいですね。お父さん見抜いてたね。うん、はあ、うん、和真くんはどうだったの。僕はですね、うちの両親がもともと音楽好きだったんですよ、うんうん、うちの父親あのクラシックミュージックとか、うん、イージーリスニングとかバート・バカラックとか、ああフランス・レイダーってそっちの方だったんですね。うちの母親がソウルミュージックですね。ああ、マイケル・ジャクソン、スティービー・ワンダーだ。おお、で家にレコードがいっぱいあったんですよ。おお、で当時から子供の時から音楽はすごいいい環境があったんですね。ただ楽器同行っていうのはなかったんですけど、うん、で父親が若い時に、うん、まあ、60過ぎてるんであのフォーク世代ですかね。あーはーはー、あの白いギターが家にあってのその世代ですね。4畳半アパートで家にクラシックギターがあったんですよ、うんうん、でそれであギターがあると、うん、気づいたのが中学校3年ぐらいで、で唯一うちの父親が弾けた、当時弾けた曲はあの定番なんですけど、うん、禁じられた遊びですね。おーおー、はい、でそれ弾いてまして、あ、いいなと、もうすっかり忘れちゃったんですけど、でそれでギターに興味を持ちまして、でそれまで僕はタグさんのさっきの話じゃないですけど運動全くできない人間なんですよ。うん、そう思う。すみんなから言われるんですけど運動が全くできなくて、本当トラウマだったんですね、子供の時から。ですよね、50メートル完走できないやろ。もう運動会とかいかにして休むか。もう本当無理だったんで、で何か自分打ち込めるものないかなって時にちょうど出会ったのがギターだったんで、でその時にあの、まあ、中学校3年の時にギターと出会いまして、うん、その後高校1年の時にちょうどあのエリック・クラプトンのアンプラグドが流行ってたんですね、うんうん、でギターすごいかっこいいなと思いまして、うん、でギターのすごいいいところが自分一人で楽しめるんですよ。ああ、それは言えるね。伴奏もできるし、うん、今一緒に歌も歌えるし、うんうん、で自分一人だけで誰にも運動みたいに周りに迷惑かけずに
打ち込めるものに出会ったので、そこからすごい、あ、これは自分は自分に合ってるなと思ったんですね。それから楽器始めるようになったんです。あ、ギター特に。はい、今あの和真くんがね、はい、あのアンプラグドクラプトン、はいはい、ダグ自身が、はい、そのサックスに出会うきっかけっていうのはそのやっぱり吹奏楽からでしょ、はいはい、そっからガーンとのめり込んだものきっかけって何？サックスの僕はもともと、まあ、その中学校で、まあ、さっき言った通り、うん、ピアノはそんなに、まあ、最初は楽しかったんですけど、うんうん、あんまりこう のめり込んでなくて、うんうん、ただそういやいや入った中学吹奏楽部がですね、うん、めちゃめちゃ楽しかったんですよ、うん、本当に。だ僕の今でも僕の音楽の原点は吹奏楽だと思ってるんですけど、本当に毎日こうなんかこう鳥肌を立てて演奏しました。もう本当に良くて、うん、本当にいいと鳥肌立つじゃないですか、うん、人の演奏聴いててもそうだし、うん、自分で演奏してても気持ちいいとすごい鳥肌立つじゃないですか、うん、もう毎日のように鳥肌立つんですよ、そら素晴らしい、なんか体調悪い人みたいですいや、いいですね、いや本当にそうで、いやもうこれがなんか一生、ね、続けられるようなことになったらいいなみたいな感じですね、うん、なんか宇宙はありませんって宇宙がいいな、ないみたいな、残念ですね、まあでも気持ちいいからいいですあとイコライザーみたいなのを これはノブ君がちゃんと説明してくれてるんです。タコさんの手元にある、はいはい、ローランド M48 というモニターシステムです。それはこっちで、ね、はい、はい、ちなみにちょっと今ふと疑問が私湧いたんです、はいはい、吹奏楽とブラバンって違うの？はい、正確に言うとブラスバンドっていうのは金管バンドなんですよ、イギリスとか。だから木管楽器は入ってない、トランペット、ドロンボーン、ブラスだからか、そう、金管楽器のバンドのことをブラスバンドって言うんですけど、うん、でも日本だともう一緒くたですよね。ブラバンって言ったら別に吹奏楽部のことだし、ほら甲子園の行進とか、はいはいはい、マーチングバンドっていうのあれ、はい、なんか更新しながらありますね、はい、あれもブラスバンドっていう、でももうあれも吹奏楽ですよね。あの木管楽器も別に入ってますので、うん、あ、まあじゃあ一緒くたじゃないけども一緒くたにしても日本では特に一緒くただと思います。よくねこういうの難しいんですよね。そうですね、カントリーと何だっけ、カントリーミュージックとウエスタンやったっけ、ウエスタンミュージック何やったっけ、何か一緒にすると違うんだって言われたことがあって、あ、まあ、こだわる方はねそういうところね、うん、ブルースもそうじゃないですか、あ、ブルーラスとカントリー、あ、ブルース、あ、そうですね、それまた違いますね、俺一緒だと思ってたんですけど、違うとか言われて、はい、あ、そうなんや、全く分からない難しいのいっぱいあるなと思って、はい、あ、そうか。でもやっぱこうやって聞いてたら、うん、その楽器に行くようにもう一番最初の話じゃないけど、はい、そういう風に仕向けられてる感じがするよね。そうですね、うん、だって、うん、ひょっとしたらそこで野球にも興味、タグの場合持たなかった、うん、で、ガズマ君の場合は自分で自分はもう運動はダメだと思って、うん、で、何だろうと思って家、お家にギターがあった、うん、で、そのギターに触ってみた、そしてなんかそこにきっかけになる音楽が出てきた、タイミングがうまいことできてるんですよね、うん、それがちょっとでもずれるとそうですね、ね、はい、そこに家にウクレレしかなかったらどうなってるかね、またこれが、ね、そうですね、うん、まあ、環境もやっぱりありますよね。もともとある環境の中で本人がその中でどう動くかっていう、うん、そう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 、ね、これもあります、要素もやっぱりありますよね、うんうん、全然聞いたことないですよ。早稲田さんはベース始めたきっかけってどういう感じだったんですか？生まれた時からベース弾けたからマジっすか？そう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 、ベース持って出てきたぐらいのもうお母さん大変でしたでしょうね。母親のお腹から出てきた時にパーオアイガーチャって出てきたみたいな生まれた時からうわ、もう仕事はこのことですね、うん、はあ、すごかった、すごかった、それはすごかったでしょうね、雷が落ちたん違うかアンプに繋がってたってそうそうすごい、どうなってんですか体内はお母
母ちゃんどうやって、もう病院全員もディスコよ看護婦さんからもうお医者さんから全員踊り倒していや元も子もないやろ、ね、本当ですね俺の場合はね、もともとはね運動すごかったのよ。そうですね、うんうん、で運動で生きていくのかなと思ってたんですけど、やっぱこうなってる時期ってあるじゃないですか、自分はすごいんだよと思ってたんやけど、どん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 周りを見ていくとさほどすごくないっていうことがどん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 分かってきたわけです大体小学校の時、小学校で例えばかけっこでね、運動会で1位になることぐらいなんて、まあ言ってみたらそんなに努力は、まあ、こういう形したね、足の、まあ、カズマ君みたいに運動を長けてない、長けてないって言い方も失礼に当たるのかな、わからないけど、運動苦手な人にとってみたら大変なことかもわからないけども、ある程度運動が好きな子にとってみたら運動会で1位取るっていうのはさほど難しいことじゃなかったわけですよ。だからでも1位になろうと思って必死になって頑張ってやるんですけど、まあもともと好きこそものの上手なりでね、はい、走ることは何の苦にもならなかったから、運動会で1位になるためによくまあ走るわけですよ、うん、でそれで1位になりました。それで選手リレーとかで選ばれる、はい、で必ず選ばれてたんですよ、はい、1年生から6年、まあ中学校高校の時までも選ばれてたんですけどね、うん、でも小学校から今度中学校、中学校でもまた選ばれた、はい、あ俺は運動すごいのかもわからんな と,、うん、と思ってて、で高校に行っても高校もまた、まあ、あのほら体力測定とかあるでしょ、はい、学年でも結構うちの高校はあの運動部が結構盛んな高校だったんで、だからそれでも上位に食い込んでたから、すごい俺はひょっとしたらすごい才能持ってるかもわからんなと思ってたんやけど、2つね怪我したんですよ、目と手首を。目ですか、うん、それで挫折したんですね、うん、で、その時ね高校2年生の時がすごく俺元気だって、うん、で50メートルあるでしょ、はい、で50メートルを測るじゃないですか。で6秒5だったのね俺。おお早い。で6秒5だから俺は早いぜと思ったら、同じクラスのサッカー部が6秒3のやつがおったんですよ。そいつがこの 0.2 秒がとてつもない差になるんです。まあまあそうですよね。でこいつに勝てんわと思って、こんな早いやつがいると思って、これで、今度走り高跳び、はい、これも体育の測定で1メーター70飛んだんですよ俺、はい、で1メーター70飛べると思ったら、今度テニス部のやつが1メーター71飛びよったんですよこの1センチでそれ絶対抜いたなと思ったら、その1センチバー上がっただけでものすごく高く感じるんです、うん、これは上には上がおるぞと、うん、俺で今度ね1500メートルのタイム測ってた、はい、そしたら途中まで俺、先頭走ってたんです。そしたら野球部のやつとその今走り高跳びで負けたテニス部のやつが並んできたんですよ、うん、で俺絶対負けるかと思ったんやけど、ラストの 100m の直線コースでそいつら全力疾走しやがんねん全く勝てないの、こいつらの体力って何なんだと思って、こんな高校のこう、まあ言ってみたら、まあ、体育の運動のまあ、たけてる高校ですけども陸上じゃないしそいつらね、はい、ということは陸上とかやったら上には上がいっぱいいるんだなと思ってる頃ぐらいに、ちょっとねあの手首が変になってね、うん、で目をちょっと怪我してですね、うん、これで運動ちょっと続行が危機的状況になってですね、でその時に、明治さんの先生がねいいこと言ったんですね、ええ、そんなレベルで怪我するぐらいなやつは将来体制戦から今のうちやめろって言われてます。おまたすごいすごい、またうちの父親がやめたらあやったらあかん、もうちょっと治るまで、我慢しなさい言うてもあんたはやるだろうと、うん、
うんうん、はっきり言っといてあげるとかって言って、うん、でそれでなんかね目がずっとバイ菌が入って腫れてたんですね、うん、でそれでもうやめなさいとか言って、このままやったら目見えんようになるよとか言って、へえ、うん、で、うん、何をしようかなとかと思ってたら、あのたまたま友達から学祭に誘われて、はい、でうちの高校男子校だったんでね、学祭が唯一女子が入ってもいい、バンドをやったらモテるぞって言われそそのかされて、そうでしょう、でベース楽器なんかやったことないから、はい、じゃあベース弾いたらって言われて、でベースで何っていうことから始まって教えてもらってやった、で1週間ぐらいしか時間なかったんやけど、その学祭には間に合ったわけ、そしたらたまたまその時に OB でプロを目指してたベーシストがいてて、その人があのイエスのクリス・スクワイヤーみたいなあのかっこいい人で、はい、でリッケンバッカー持ってピックで弾かれてた人なんですごい上手い人で、1週間弾いただけでも大体分かるでしょあの上手い人って、はい、わこの人上手いやと思ったらその人が寄ってきて、君は、ベース弾いてどのぐらいやって言ったら、1週間ですって、嘘つけとか言って、いや1週間ですとか言ってたら、ほんまかと、ほんまですとかしたら、天才違うかって言ったんですよ、その先輩が。おそしたら、えと思って、俺生まれて初めて褒められて、で、あ、褒められた、ミュージシャンになろうと、おそれがね、そもそものきっかけなんよね。話長くなりました。なるほど、うん、で褒められてすごい重要だと思うんですよね、やっぱり、うんうんうん、なかなかそういうないじゃないですか、そのきっかけって、うん、そういう瞬間ってなんか残りますよね、心に残るね、はい、カズマ君はね、はい、アメリカ行ってたんですよ。あ、そうなんですね、うん、しかも、はい、7年間も、はい、7年間もバカでしょ。いやいやいや、バカじゃないですよ。あとしかもね、ニューヨークとかロサンゼルスじゃない、アトランタ、アトランタ、アトランタと、あとなんでアトランタやってところでいろいろしてたんですけど、まあ、卒業して大学卒業して1年間だけあの有効なビザがあるんですね、うん、OPT って合法的に働けるやつなんですけど、うん、それを利用してあの友達、まあ、仲良かったアメリカ人の友達の実家がアトランタだったんですよ。でそこに行って、アトランタっていろんなニューヨークとかワシントン DC とかそういうところからミュージシャン集まってくるんですよね、で音楽的に何が盛んかって言ったら、あのヒップホップだとかそういった音楽が盛んな場所なんですよ。ヒップホップなんですね。ヒップホップとかあと R&B とか、なので、まあ、そういった仕事がいっぱいあるんで、そこに行って、いろいろライブやったり、レコーディングやったりとかやってますよね。へー、はい、あ、そこで仕事をしてたんだ。そうです。その前まではそのバージニア州っていう小さい町の大学だったんですけど、ワシントン DC の郊外ですね。わからんやろ。どのあたりか。俺もどのあたりか全くわからない。海外未経験者なんで。未経験。あれなんですけども、うん、アメリカの東海岸のちょうどアメリカの地図の中心あたりがワシントンで首都ですね、はい、その上に行ったらニューヨークとか、上がニューヨーク、ボストンとか、下に行ったら、アトランタとか、その中西部になって、もっと下がその西海岸なので東側ですね、僕が行ったところ。あ、東側、東、はい、東側へね。わかりました、わかりました、はい、このお話じゃあタグさんも長田さんも初めて聞かれたんですか。仕事したの初めて来ました。アトランタに似てるっていうことはだけはしてないけどね、うん、何しに行ってたのかわからないから、うん、1年間だけその OPT っていうのが有効だったんで、うん、その間はもう普通に働けるんですよ。でも7年間いたんでしょ。あの合計でですね、学校が、約5年かかって、あ、6年かかかって卒業して、でその後1年間だったんで、あ、まあ、総合して約7年間で、ああそうかそうか、学校でか。そうです、大学行ってたのが音楽大学で。おお、でもね、アメリカの大学って卒業するのすごい大変なんでしょ。そうなんですよ、ね、だから結構みんな途中で帰ってこられちゃうんですよね。もう多いですね、うん、すごいですね。じゃあ卒業できたのね。いやー、なんとか、いや、それで、ね、なんでアメリカの話を振ったかっていうとね、はい、なんかアメリカって、うん、褒め上手な人が多いでしょ。そうですね、あれはカルチャーショックですね、僕、うん、だからなんかその褒めるということに対して日本人と褒めベタなんよね。そうですね、それは本当に思います。で、元気づけベタでしょ。そうですね、そうですね、落ち込んでるやつと一緒に落ち込みようね。そうですね、お前の気持ちよう分かるわ。そうなんです、一緒にこうなってしまう。こうなるから解決にならへんよね。そうかもしれないですね。それありますね、
でなんかあの向こうの映画なんか見てても、はい、お前ならできる、お前ならできる、お前ならできる、俺ならできる、俺ならできる、うわって言いながらなんか励ましをね、ぐさっとか言って言いながら、そういうのを見てると、いや本当にそうなんですよ。うん、初め本当あの大学に行ってまず褒めるんですね。例えばあの授業であのライブのコンサートの、うん、あのパフォーマンスの授業があって終わったら、はい、いや今日お前良かったよと、うん、まずそこから始まってくるんで初めびっくりしちゃって、うん、冗談言ってんのかなぐらいに、日本でそういうことってないじゃないですか、まず、うん、いや今日のここちょっとダメだったからなんとかなんないかみたいな感じで始まってくるんですけど、うん、それが全部逆だったんで、それはすごいあのびっくりしましたね。あ、タグの場合は先生についたですか、はい、そうですね、あのだから高校、結局高校も、まあ、音楽高校ではないんですけど、うん、ほとんどあの音楽の授業を専門でやるようなコースに入って、うん、でそのまま大学も音大ではないんですけど、うん、あの一応音楽学科に入ってみたいな感じなので、もうずっと先生に習ってましたね。その先生、嫌いな先生とかもいた？嫌いな先生はいないですよ。やっぱりすごくあの好きだったし、今言ってたみたいにやっぱ褒められたくて頑張ってる感覚がする。先生にちょっと褒められたいっていうとあれですけど、うん、認められたくて、やっぱちょっとでも褒めてもらえた時は本当嬉しかったですし、でもなかなかやっぱりあの褒めない先生でしたね。だし結構シビアにお前向いてないからやめろとかってやっぱおっしゃる方でもあったので、まあ何かの先生ついたんですけど、やっぱり先生たちの思い出っていうのは、うん、まあ今考えればもちろんすごくこういい思い出だし自分の糧になってはいますが、やっぱり辛かった感覚はすごくありますよね。なんか僕まあまあ自分がいけないんですけど、レッスンとか行くとあの緊張するんで間違えちゃうんです。間違えまくっちゃうんですよ、うん、そうするともう本当に1回5分ぐらいで返されちゃうんですよ、ね、きつい、厳しい、練習してこいって返されちゃうんですよ。それいいとか悪いとかもなしで、あの僕の後輩の女の子とかだとなんかすごくまあ上手だし、まあ、今でこそそれも気持ち分かるけど、やっぱそれは男より女の子と一緒にレッスンした方が楽しいじゃないですか、先生、男の先生だから。今でこそ気持ちは分かりますけど、もう当時は本当にもうジェラシーの何者ではなかったですよね。まあ、もちろんその子に当たったりはしませんでしたけど、もう本当羨ましくて、だからそうしてもらいたくて、そうしてもらいたくてすごい練習するんだけど、そうすればするほどレッスンの時すっごい緊張するんですよ、うん、でまためちゃめちゃになっちゃってまた返されてっていうのをもう本当に繰り返してる感じですね。厳しいね、それ厳しいです ね。そんなことやられたらどうする、歌あ、もう一小節で帰れって一小節じゃない、一回、一応一回やらせてくる一曲やらせてくれて、うん、そうですね、基本的にそういう ガチンコな感じあんま得意じゃないんでまあ誰も得意な人はねいないですよ。それでもきついですね、うん、でもまあそういう風にやめ、だから僕も学生終わる時にやめろって言われると思ってたんですよ。僕も結構ネガティブシンキングなところがあって絶対僕はあのやめろって言われるだろうな、おうおう、まあただそれでもやめるつもりはなかったんですよ。おうおうおう、でお前どうするんだっていう風に聞かれて、本当にその先生にはほぼ褒められたことはほとんどなかったんですけど、あのいや僕実はまあ講師とか教える仕事をしながら、うんうん、あの続けようと思ってるんですけど、うんうん、っていうことを言った時に初めて、うん、まあそんな風にありながらチャンス待つしかないもんな、うんうん、また連絡しろほら、うん、電話切ってくれて嬉しかったですね。なんかそれは、うん、ほっとしたというかもうなんか、そりゃそうやんな、うん、その厳しいと思ってた、うん、いや本当にやめろって言っちゃう人だったので、僕なんか見て先輩ですごい上手だなって思ってる人にも、うん、まあ、見てながらやめろって言っちゃうような先生だったので、あ、どっかでは認めてくれてたんだなっていうの初めてそこで分かって嬉しかったのはありますね、うんうん、なるほど、いい話や。そうですね、うん、そのカズマ君はその先生はまず最初あれでしょ、言葉の壁があるでしょ。そうなんですよ、それが一番きつかったですね。どうにもなんないんで、ね、コミュニケーションできないじゃないですか、うん、まあでも音楽のいいところがなん
とかなるんですよ、うん、まあ言葉きつくてもまあ、うん、なんとかあの通じるっていうか状況があったので、まあでもそのきつかったですけどね。俺のね知り合いの人が、はい、答え分かってるんやけど英語でなんて言っていいのかが分からなくって答えられなくって、はい、これでいい点数もらえなくってすごい悔しい思い したんですよとかっていうのがあって、はい、まあだからもう言葉を覚えないかんと思ってやったんですけど、まあ言ってみたらまあそれをもう含めてアメリカに来たんだと思ってやったっていう話をね、はいはい、そうですね、確かにそれありますね、うん、言葉は本当やっぱりすごい重要なので、はあはあ、そうですね。でも先生は本当いい人ばっかりで良かったですね、はい、もう本当アメリカ人的、アメリカ人的というかもう気さくな明るい前向きな先生だったんですよ。僕の担当のギターの先生が地元のローカルミュージシャンだったんですけども、うんうん、本当にこうなんていうのかな、自分を伸ばしてくれるようなタイプの人だったんで良かったですね、うんうん、向こうは先生でも愛称で呼ぶの？先生名前です。ミスター何々とか。そうですね、一応ミスターつけるんや、はい、あの上の方に来たのドクターとかがついてる人は一応ドクター何々っていうふうに呼ぶんですね。あ拍手あのその上の、うん、ただその普通のまあ地元のローカルミュージシャンでたまに学校に来て教えてるような人は、まあ、ミスター何々みたいな感じであの名前で言いますね、はあはあ、出ましたね、はい、なんか書いてあるわけ向こうのやつにその ミスターとか女の人やったら、はい、俺は分からへんけどミセスなのかミズなのかミスなのか一応あの学校のその、まあ、チラシっていうかそのそういうところにいろいろ何々って書いてありますけどね。ドクターがついてる人はドクター何々、それ以外はもう普通に名前だけとか、はい、そうなんですよ。それドクターやけどドクターって言わへんかったら返事しないとかないよねドクターでつけへんかったらドクターが抜けてるの、うんうん、ミスターで呼んだらミスとかで呼んだら知らんぷりしてるとかそれはなかったですうち京都でしょで、はい、あの祇園だから、はい、まあまあ花街の習慣があるんですけども、はい、お姉さんとお母さんの呼び方が変わってくる。お母さんと自分の母親のことじゃないですよ、はい、あの花町の人ですからね、はいはい、だから年いってるからっていうことでお母さんと呼んだってお母さんの位にいてない人はお母さんと呼んだって返事してくれないんですよ。おずっと70でもお姉さんのままの方もいらっしゃる。おだからそこを年だと思って、まあ例えば愛姉さんなのか愛母さん愛お母さんなのかあの分からないでしょ、はい、だから、お母さんと呼んでもまあ70ぐらいだとするじゃないですか。そうお母さんと呼んでもお母さんじゃなかったらこの人は返事しない。うんおでそれを俺知らずに言っても返事しへんから耳悪いんかなと思ってでもう俺あの八百屋さんのアルバイトやってたんで、はい、帰ってきたら大将に聞いたらあのも返事しんがなあの人お姉さんと呼ばなあかんがなって言われて。おお、あるんですねやっぱり、うん、まあ言ってみたら部長なのに社長って呼んでるみたいなもんのよね。はい、お母さん、はい、さあそんな話をタイトルあのいやこれは音楽番組ですからね、はい、こんな一般情報はどうでもいいんですあの楽器のことについてちょっと聞いてみたいんですけども、はい、こだわってるところってありますかそれぞれ。これだけはちょっと、うん、企業秘密な部分は置いといて、はい、何かこれは俺はこれがいいんだってこれなんだとか例えばギターはまあ和真くんの場合俺はまあほとんどそのギター見てるんやけど、はい、レスポールとかはダメなんだと割には合わないんだとか、はい、あピックはこれでなきゃいけないんだと、うん、ありますねやっぱり。まあ例えばギターに関して言うと、うんまあ、なんていうかまずあのこれちょっと古い楽器なんですけど、うん、1959年のやつなんです。おで俺生まれた年や。あそうなんですか。早稲田さんと同い年で、うん、でやっぱりあのバイオリンとかあのチェロとかもそうなんですけど
塗装が古い楽器ってあの新しい楽器に比べてちょっと薄い薄いんですよね、うん、で、まあ、ギターの場合ここでネックのここで何十往復ってもうずっと弾いてってだんだんだんチェロとかもそうなんですけど塗装が薄くなってきて非常に手に馴染みやすくなるんですよ、うんうん、なので古い楽器のこのネックの部分塗装の部分はすごいこだわりであってやっぱ新しい楽器で弾くよりも古い楽器で弾いた時の方がすごい手にしっくり馴染むってことで古いギターを使うってことあと木材が全然違うのとあとまああのチェロとかもそうなんですけど何十年っていう中で弾き込んでて共鳴するじゃないですか、はい、なので鳴り方がどんどん変わってきたりとかあとはまあこのギターに関してこのギターに関しては中身が全部空洞なんですねなのでさっきの和田さんのレスポールとはもう対極的な構造なんですよレスポールってのは、うんはい、板切れ1枚、はいの中に何もあの空洞がないタイプのギター、はい、でそれとは反対にこれは中身は全部空洞のギターなので、アコースティックっぽい音が出るってこととあとはもう一つはピックアップこれシングルっていうタイプなんですけど、はい、マグネットが一つだけのタイプと二つだけのタイプ 2種類まあ大まかに分けていろいろあるんですけどね、うん、でこのシングルってタイプはやっぱりこそこら辺に置いてあるストラトキャスターとかと同じような構造なので、まあ、そういった音が結構好きで、まあ、こだわってずっと使ってますね、はい、ここにあるねありますね、うん、これがまああのストラト、あ、そうですね、言ってたストラトキャスター、はい、フェンダーというタイプで、はい、だからこれはあの全部木が集まってるわけですよね、そうですね、うん、木オンリーですよ、木オンリーですでそれは中が空洞なんですよ、全部空洞なんですよね、これ、カズマ君はね、はい、あのバイオリン あのホールがついてますよ ね、F ホールって言うんですけどねこれ、あ、そう、この中バイオリンと同じですね、中が空洞なんです、そうです ね、だから強くゴンってやったらパリンって割れちゃうんですね、そうです ね、でピックアップってこのマイクもこれ3つは全然形違うでしょ、そうなんですよ、まあ、色はねか、まあ、どうにでもなるんですけども これは3つあるし あれは形も違って、うん、ね、であのこのネックの色もこっちは白じゃないですか、白っていうか木の色、そうですね、あっちは黒色でしょ、そうですね、これでも材質が違ってくるんです、ね、指の手 の、うん、感触とかも違ってくるので、うん、あとこの長さも違いますし、うん、スケールっていうんですけれども、うん、そっちの方が長いんですね、あ、本当ですね、こっちの方がちょっと短いんです、うん、まあもちろんね、この厚さも、ネックの厚さも、はい、この厚さも違ってくるしね、うん、これはもう弦楽器奏者は全部この辺り、あとこう持った時の例えばあれはでかいから、はい、持った時にもうこうなるのとこうなるのと、そうですね、違い、体の大きさとかでもやっぱりそのこのボディのサイズとかもやっぱり変わってくると思うんで、うんうん、なのでずっとこれ、まあ、ギブソンってタイプのギターなんですけどずっとこだわりでずっとギブソンタイプのギター使ってますね、僕も実は、はい、セミアコ持ってます、お、あ、そう、セミアコって言うんですよ、セミアコ、セミアコースティック、セミアコースティック、フルアコってのはもっと厚いんだよね、そうです、まあ、でも一応これ中身また空洞なんで名称的にはフルアコっていうタイプなんですね、セミアコっていうやつはここに中に芯が入ってるので、あ、そうなんや、そうなんです、あの335とかあのタイプはあのセミアコースティックギター、これフルアコースティックギター、まあ見た目は同じなんですけど、うんうんうん、はい、それは何年ぐらい前に買ったの、これは僕がそのアメリカに留学する、1年前ぐらいですね、日本で買ったの、日本で買いました、高かったでしょ、安かったんですよ、それが安かったの、ひどい状態でもうボロボロだったんですね、うん、もう改造されてるような状態で、うんうん、で直さないと使えないような状態で現状販売っていう状態だったので、うん、本当破格の値段で、はい、あのお茶の水の中古楽器屋さんで、それもやっぱ楽器との出会いっていうのもね、ありますね、我々ミュージシャンにとって、はい、そうなんですよ、トムのこの楽器っていうのは、はい、これずっと同じ楽器を使ってる、いや僕もでもずあのそれこそ、ね、ジャズのミュージシャンだったりだとかね、ポピュラーの世界のサックスプレイヤーみんなヴィンテージものを使いますけど、うんうん、まあ、最近は現行モデルも結構良くなってきたんですけど、うんうん、あのそれこそ僕クラシックをずっとやってたので、うん、クラシックのプレイヤーも全然あの新品をみんな買うんですね、あ、そうなの、だからずっと学生の頃は、うん、あの先生に選んでいただいたりとかして、あの新品の楽器を使ってて、うん、あの
まあジャンルがちょっと変わったりなんだりした時もずっとそれを吹いてたんですね、うん、でなんかこう物が変わればみたいな感覚がすごく嫌だったんです。なんか工房筆も選ばずでもないですけど、うん、筆を選ばずでもないですけど、うん、なんか自分が持ってる何かこうものでいい音が、でそれも10年間10年以上ずっと使ってる原稿モデルのやつを自分は吹きこなもう一生吹きこなしていけば、うん、自分のいい音が出せるっていうような感覚でずっと活動したんですけど、うんうん、それこそ和田さん出会った頃もまだその原稿モデル使ってた時期がありましたね、うん、でそれこそさっき出会いなんて話しましたけど、うんうん、たまたまケースを買いに行ったんですよ。おーおーケースね、ケースを、うんうん、楽器のケースを、うん、でそしたらたまたまこれが売ってて、うんまあ、これヴィンテージものなんですね、うんうん、これは多分70年代ぐらいの楽器で、うんうん、1970年代ぐらいの楽器で、で結構綺麗だし、うんうん、まあちょっと吹かしてくださいなんて全く買うつもりなくて吹いたら、うんうん、あらあなんじゃこりゃ いやでも本当に全然違かったんですよ、うんうんうん、音色が、まあ、何よりも音色も違うし、うんうん、なんかまあ多分ギターもベースもそうだと思うんですけど、うんうん、ピアノもそうだと思うんですけど楽しいんですよ。うん、なるほど、それはよくわかる。楽しい。で、その時お店の人に、まあ、僕は全然今日買うつもりもなかったから、うん、あのこれ後日もう一度来るので、うん、自分の今の楽器と吹き比べさせてくれって言って、うん、でももう忘れられなくてもう本当2日後ぐらいに行って、うん、もう半日ぐらいかけてもう自分の今まで吹いてた楽器とこの楽器をとっかい引っかいとっかい引っかいやって、もう果ては当時付き合ってた彼女に来てまでもらって音を聞いてもらお前とにかく聞いとるやどうぞお前みたいな、そしたらもうわざと変えてるんじゃないかっていうぐらい音は違うと言ってくれたんですね、うん、これは出会ってしまった、うん、もうそれこそ10年こうね苦楽を共にした、うん、その自分の IQ をはるかにこう超えてしまうものに出会ってしまったので、うんまあ、僕も一応ね自分をこう、ね、プロのミュージシャンを志しているものとして、うんうんうん、やっぱこれは買ってしまう、ね、こう自分のものにしないといけないなと、うんうんうん、そういう感じですね。この楽器はこのサックスって、まあ、これはアルトサックスですよね、はい、アルトサックスっていうの、まあ、まあこういう楽器っていうのは何が音の違いになるものなの？そうですね、でもさっき塗装がちょっと薄いなんて言いましたけど、うんうん、これやっぱこのコーティング自体がラッカーのコーティング自体がすごく薄いみたいなんですね、うん、やっぱり昔の楽器って、あとこういうのって今の楽器はこのラッカーを貼った後に焼き付けっていうのをするんですけど、うんうん、それしないらしいんですよ。なんでだか知らないんですけど、うん、だからすごく落下が剥げやすいんですよ、うん、だけど、まあ、そのせいなのか何なのかわからないんですが、うん、すごくこう音の鳴りが良かったりだとか、うんうんうん、あの音色が良かったりだとかっていう差に出てくるみたいですね、うんうん、こんだけみんなね、ヴィンテージものってやっぱりどんどんなくなっていくじゃないですか、うんうん、だけど一生懸命復刻モデルみたいなの出しますけど、うんうん、なかなかやっぱりヴィンテージ好きな人にとってみたら、うんうん、取って変わるものにはなかなかない。そうですね、確かに。いやあのね、もう本当に不思議なもので、はい、同じ楽器でも、うん、演奏者が違うと、同じ楽器を弾いてるのに演奏者が違うと、うん、音色変わってくる、うん、これはありますよね。これ不思議なんよね、うん、全く同じチューニングのアンプのギターとかベースのね、うん、同じそのまんま、はいどうぞって言って渡してもね、はい、違う音になってしまう。そうですね、不思議なんよね。不思議ですね、なんでなんだろうっていうぐらいね、違いますよね、だからミュージシャンが楽器を選ぶとかっていうのはもうよくわかることだと思うね、うん、だからこのもうそれこそさっきアナログって言ったけど、はい、指の太さに、まあ、ベースの場合、俺はベースのことぐらいしかわからないけど、指の太さ、指の皮の厚さ、細かく言えばですよ、でもこれが全部影響してると思うんですよ、うん、でその人の指の太さとか指の要するに指の大きさですとか、はい、っていうことは骨の太さとかね、うん、それが弦を弾く同じ5の力でやってもその重みによって弦がどういうふうに
振動するかっていうのは全部変わってくるはずなんですよ、はい、その人の指の形が全く一緒だったら、うん、同じ音だと思うんやけど、はい、だけどそういう人ってありえないでしょ、もうほぼね、うん、だからそれによって同じ俺が弾いてても昨日と今日は音が違うとかやっぱあるんですよ、うんうん、だからそれもあるんで、まあ、よく料理人の方がね、はい、この気温とか今日は暑いからちょっと塩気を多めにしようか少なめにしようかとなんかそんな聞いたことがあるんですけど、蕎麦打ちとかもそうですからね。あ、そうだね。お蕎麦屋さんもなんかそういうふうなに、と同じようなものが楽器の世界にもあるんじゃないかなと思う。だからあの楽器を選ぶっていうのは、まあ、道具であって道具でないというかね、相方なんでね、うん、これは非常に難しい問題なんですけどもでも深いですよね、うん、深くて面白いですよね、はい、だから、はい、いろいろ突き詰めるんですよね。そうですね。この弦を選ぶ時でダグの場合はあれでしょ、このマウスピースっていうんですか。はいはい、マウスピースですね。これに息作るの、息作るっていうかこれだって決めるのって、まあでもこれもやっぱり吹いてみて、うん、フィーリングがやっぱり一番なんだかんで言っても大事ですよね、うん、だ例えば3本が大好きでデビット3本というサックスのプレイヤーがいるんですけど、うん、3本が大好きで3本のセッティングと全く同じにしてもやっぱり骨格だったり、うんうん、声帯だったり、うん、体つきだったりとかして、うんうん、全然やっぱり違う音になっちゃうので、うんうんうん、もちろん傾向としてはあるんですけど、うんうん、結局は自分の追い求めるいい音にどれだけこうイメージするいい音に近づけるかっていうところで選ぶしかないでしょうね。弦は行き着いた。弦は時間かかりましたね。やっぱりで、まあいろいろ初めそのさっき早稲田さん持ってきていただいたフェンダー系のギター、ストラトキャスターっていうタイプも大昔で使ってたんですけど、まあその時に使ってた弦のゲージ細さが一番小さいやつが0級っていうタイプだったんですね。でその後こうギブソン系のギターを使い始めて、全く同じフェンダーの時と使ってたような0級をこのギターに貼っても感触が全然変わってくるんですよ。 なぜかというとこのネックのこの長さがフェンダー系とギブソン系違うので、こっちの方がちょっと短いんですね、うん、であとギブソン系ってこの角度がついてるので、テンションっていってこう押さえるこの硬さがフェンダー系とは全然変わってくるんですよ。 なので全く同じメーカーの同じ細さの弦をこっちに貼って もうバランスが全然違うので、でやっぱりそのギブソン系のこの長さ、ミディアムスケールっていうんですけれども、それに合う自分の好みの細さは何かな何かにいろいろ探してて、でその10っていうタイプに今落ち着いて、であとこの弦もギターの弦って、まあ、ベースもそうだと思うんですけど、フラットとラウンド弦ってありますね、うんうん、フラットっていうのはこうあんまりこうザラザラしてないスルスルしてるやつで、これラウンド弦ってザラザラしてるタイプで、それもやっぱ好みがあるのでどっちがいいかなって、そのギターとの相性とかいろいろ組み合わせてて、今落ち着いたのがこのラウンド弦の10というタイプで、このギターは合うなと。でまた別の楽器になったらまた全然違うセットでやってるんですけど、これに関してはもうずっとそれで何十年もやってますね。今の知識をさ、はい、今度自分のギターの弦買いに行くときに言うたり楽器屋に私のギターはギブソンだから何で片言なんですか、何で片言なんですか、海外民経験ってフェンダーじゃありませんからバカ言うたり空聞きでね言ったところですぐですよ。お二人とも楽器を持つ姿がしっくり馴染んでますね。そうですね。で、二人ともど素人って言ってる。実はできません。こんだけ詳しかったらもうでも面白いもんなんですよね。まあ、うん、もう我々はもう吹ける弾けるっていうのが分かってるから、はい、まあしっくりきてるんですけど、まあ、うん、しっくりくるんやけど、やはり、弾けない人が持つと。似合わないんですよね。ありますよね、うんうん、でもその逆もあって、うん、それこそ僕たちってこうアーティスト写真みたいなのを撮るときあるじゃないですか、うんうん、でまず楽器持たない状態で、うん、撮りましょうなんて言って、うんうん、自分ではなんかこうもちろん列に入ってなんかこう
かこんな感じじゃやったらかっこいいかなんだなってやって、でじゃあ次楽器持ってなんて言って、うんうん、取れたものを見ると、うん、はるかに楽器持ってる やつの方が、うん、やっぱ自信持って映ってるんですよね。わかります。やっぱなんかどっか手持ち無沙汰だったりとかしっくり来ないんですよね。わかります。うん、やっぱ楽器持ってる写真の方がさ、うん、なんかいいと、うん、いいでしょ、うん、やっぱりそうですね、うん、普通に写真撮ってるよね、うん、でもそれあるかもしれないですね。だから俺楽器持ってなかったらあのごまかすもん、なんかへいそれごまかしすぎですってだってこうやって撮れないもん。あでもね、分かります分かります。なんか手持ち無沙汰なんですよね。そう、なんかね、もう俺なんかの場合はベースここにあるとないとでね、裸見せてるみたいな。はいはいはい、うん、でも分かります分かります、感覚的にはね、うん、そうだから恥ずかしいの、うん、ステージなんかでもここに楽器がなく、ベースがあったら MC 取れるし、はいはいはい、あの歌歌えって言ったら歌歌えられるけども、はいはいはい、ベースを外してようやく最近 MC 取れるようになったんやけど、歌歌えって言われたらこれは困るよ、うん、これがないとどうこの手はどう持っていいのか、もう困るもん。なんでここに来る。こんなんやったらいいんじゃないですか。こんなんやる人いるじゃない。あの手持ち無沙だったね。高い音いるときに、そうそうそう、あーとかドゥンドゥン、誰ですか持ってなくてもエアベースみたいな。いやよくね、俺がこのチョッパーでこうバンってやってる時にソロとかやっていったら、あの一緒になって興奮してくれくださるファンの方がいらっしゃるんです。で客席でみんなこんなこといいじゃないですか、いいじゃないですか。それはいいんやけど、あの以前、まあ、昔チョッパーというものがあんまり、珍しかった時ですね、そんなに、やる人もいなくって、でその時に、まあ、俺たちがまだアマチュアの頃なんやけど、その時に客席で5、6人がみんなこんなこと、こんなことやってそしたら一人とかがこうやってたらまだあの応援してくれてるんやな、一緒になって応援してくれてるんやと思って、5、6人がこんなことやってたらなんか宗教やってるなんかみんなこうやってすごいですよね、その光景、異様な光景です。客観的にまだステージから見てるからね、そうそうそう、見えるからね。それすごい、そういう方いらっしゃるんですね。いらっしゃるんですよ。いやでもなんか非常に気持ちわかりますけどね、なんか燃えてきて、それだけ熱いプレーだったってことですよ。いや嬉しいんやけど笑けてきてね。まあでもなんかそうでしょう。で、あのベースソロとかって、まあ、俺の話ばかりで申し訳ない、いいいいいい、バーッと弾くでしょ。そしたらチョッパーでこうやるときって、この辺りをこの右手ばっかり見ててもいけないし、左手ばっかり見ててもいけないし、で同時にこういう感じで見るわけですよ、うん、でこういう感じに見るんやけど、この辺りを漠然として見ていて、あとは感覚で弾くから、うん、この辺りでちょろちょろされたら非常に厄介なんですよ、うん、気になってしょうがない。そしたら目の前でこんなありながら俺の顔をこういう感じで見ながらこんなことやって一緒にやってくるから、お前うるさいそこでちょろちょろするな。したいんですよ。もちろんそれはデタラメな感じなんですよ、ね、そうそう、さすがにこんなことやって、デタラメからいろんな方向に手が動くわけよ。すごいな、その光景すごいですね。で上手に動いて下手に動いたら一緒についてくる人、向こうワイヤレスワイヤレスやからね。すごいあれは困ったな。さあちょっとなんかここでね、お二人のせっかくですからね、せっかくですからね、あ、カズマさんストラップいいですね。お、ありがとうございます、はい、革のこれもずっとこだわりでずっと使ってるんですよ。かっこいいですね、革のストラップで。かっこいいな、それロンドンで買ったんですけど。いいな、ロンドン。ロンドンっていう名前のお店。ロンドンっていう名前の。ロンドンって国じゃなくて。ロンドンっていう名前の楽器屋。原宿にあるロンドンっていう楽器屋で。でもこの長さもこだわってずっとこの長さでキープしてやってるんですよ。あ、そう。長さって和沢さんもうストラップの長さ。これ体型によって変わってくるからね。ね。
だから最近ちょっと短くなってきたかな。お腹の上にちょっと必要になってきたんで、ね。でもそのストラップの話また戻りますけど、はい、ああいうすごいテクニカルなことをやるときってやっぱりストラップの長さって短い方がやりやすい。短い方がやりやすいね。ありますよね、うん。ギターも同じでやっぱり、まあ、低いよりか、うん、高い方が楽器の位置が、うん、手を動かしやすいんで、うん、ただあんまり上に上げすぎるとカッコ悪いんだね。これ見たらカッコ悪いんだこれが。かといってあんまり下すぎると弾きにくいですね。適度な、その適度な、はい、で息ついたのがお腹が出たら弾きにくいよっていうことです。おただベースでね、ガリガリのベーシストとカッコ悪いっしょ。いやかっこいいけど、いやもう絵はもうどうでもいいな。そんな話なんかすごい下の方でこうやって弾く人とかいるじゃないですか。いるこの辺り、ティーム スティーブンスなんかこの辺りで弾く。でもあれ腕が長いからできる、ね。ああでもそれありますね。うん、この人たちとジャンルとかにもよるんですか。ありますよね、スタイル的な、はい。レッド・ツェッペリンね、ジミー・ページなんかもすごいレスポールめちゃくちゃ低いと、あれ日本人やったら腕届かへんの。体型的にそうです。あれはやっぱりこう体型的に向こうの人だから可能なポジションなんですよ。胴が短くって腕が長くてから例えばこのぐらいの位置に置いても、はい、あの腕届くんやけど、はい、日本人やったら胴は長いよ腕短いからこのずっと来ないなって気がなって。いやでもそうですよね、はい、絶対やりますね。それはやっぱり ね、あの 見栄えというのも大切ですけども、うん、無理して弾いても仕方ないです。まあまあそうですよね。フライング V かって V の形してるけど、はい、あれも弾きにくい。弾きにくいですね。安定性悪いですからね。あの座って弾けないでしょ。そうですね。座ってる時も股に挟んで、ね、これこういう感じで、うん、あれも弾きにくいです。弾きにくいですね。あんまり高くするとかっこ悪いですね。こうなっちゃいますね。そうですね。あれあの形似合う人と似合わない人いますからね。ね、あのフライング V 持ったら衣装にもすごい気遣わないと、はい、その格好で V は持ったらちょっと浮きますね。ねえ、あれはやっぱこうデザインが強烈なんでな、バランス整えないと難しいことになりますよね。ねえ、はい、フライング V、はい、では、はい、ちょっと用意しましょうかね。はい、じゃあ私あっちで見てますね。嘘、せっかくだからこの3人のショットでいきましょうか。不思議な感じですからね。まあでもこの間ね、3人で、まあ、井上さんとドラムの井上さんと4人でやったのは本当にもう一切何も決めないで、ね、面白かったですね。いやーどうなるかと思いましたけど楽しかったですよね。じゃあ何も決めないでいきましょう。いいですよ、ね、いいですよ。いいなんかでね、いい、はい、はい。
すごいです。なんかこの大自然を特にああ、そっかそっか、こんなクールな音楽がシャシャ、すごいコラボレーションでしたね。ほうほうほう、なんか専門的なこと書いてある。サックスは C38 で拾って、正解だった。うん、すごく綺麗に出てましたよ。カズマさんのギターまったり、さすが、よく分かってくださいパチパチパチと麦さん、麦さんですね、パチパチパチと、パチパチパチ、ありがとうございます。さあ、今後のことなんですけれども、そろそろ終焉に向かってるんですけど、はい、今後ライブとか活動範囲、範囲やないか、活動状況です、はい、どうでしょうかね。はいはい、まあいろいろやってますけれども、僕実はこう見えて、大自慢ブラザースオーケストラっていう、もともと大自慢ブラザースバンドだったんですが、再結成して数年前に、一応メンバーなんです僕。負けない、あ、そうです、そのとおり、それが大事ですね、はい、でもなかなかこう人数が多すぎて、はい、バンドでなかなか活動できない状況になっちゃってて、まあ、今ボーカルの立川さんがソロでアルバムを出してまして、今週 の、金曜日は高崎、はいはい、で日曜日は今週の金曜日は宇都宮ですね。宇都宮で日曜日は高崎ですね。あ、日曜日が高崎、はい、僕 のサイトなんかに載ってますので、なるほど、ぜひ立川さんのライブにサポートで行きます、うん、素晴らしい、はい、あとあれですよね、この番組にも出てくれたドラムの五十嵐浩太、はいはいはい、と一緒に、はい、浩太さんのイベントとのイベントはついこの間終わったばっかりなんですけど、2人でね、俺も一回呼んでいただいたんですけど、はい、またぜひぜひ、いろんなミュージシャンを毎回ゲストで、うん、2人が中心になって、うん、今回は誰々呼ぼう誰々呼ぼうって言ってスペシャルなセッション、面白いよこれ、はい、この前 CCB の方、この間ね、面白かったですよ、ね、1回目もすごく楽しかったですけど、いやいや、もう俺なんかもどうでもいい、よよ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 よ僕それこそもう中学生ぐらいの時にもリアルタイムで本当に聞いてたので、いや、もう楽しかったな、いや楽しかった、本当にそれこそ東京ドームに行って、うん、巨人軍のジャイアンツの選手とキャッチボールさせてもらってみたいな僕感覚でした。あ、本当にもう憧れの人たちと、なんかいやいや、なんか毎回そういう風にテーマみたいなの決めてね、タグと五十嵐浩太くんが2人でやられるんで、これまたちょっと注目してみてください、はい、タグのホームページ見てね、はい、ぜひぜひ、はい、見てください。僕自分のライブも10月の29日ちょっとソロライブでね、はい、渋谷のウエステッドタイムとところ、あ、おー、はい、ウエステッドタイム、いいお店です。またこれもそうです、ね、渋谷の、うん、交番がある宇田川町交番っていうのはね、それをもうちょっとね、うん、超えたところですよ、はい、井の頭通りをね、地下1階です。リゾートチックな、リゾートチックな、はい、イーグルスでも歌いそうな感じ確かに確かにウエストコーストな、そこまでタグのホームページ見て、はい、ぜひぜひ、いらしてください。今はセッションでこういう感じで吹いてますけど、うん、もっとブリブリブリ強烈なんとこもいっぱい、もう柔らかいものからハードなものまで全部やりますからね、うん、面白いですよ、はい、聞きに行ってみてください。よろしくお願いします。そして曽根一馬くんは、はい、明日ですね、私と、はい、佐田さんと、あと怖がってるジミー怖がってませんよジミーさんドラムのジミー橋爪さんと、はいはい、増田さんと、かれこれ増田さんと一緒にやるようになってから約3年ですかね、はい、曽根一馬トリオで一馬くんのオリジナルを中心に、はい、まあ、レパートリー何をやろうかっていうのを彼が全部選んでくるんやけど、はい、オリジナル半分ぐらい、はい、で、カバー曲半分、まあ、ジャズのスタンダードもありの、はい、ポップなナンバーも彼がちょっとコード付けしたりとかね、うん、でいろんなアレンジ加えて、はい、独特な世界観を、はい、彼のねオリジナルってタグのオリジナルもそうなんやけどね、はい、風景が見えるの、インストなのに風景が見える、まあ、こういう、うん、こういう2人ともねすごい熱いことをやるんやけど、うん、その熱苦しくないんですよ、
これ分かってもらえるかな皆さんに。あのかっこいい暑さってあるじゃないですか、はい、温度も高いんやけども寝ちゃ寝ちゃしてないのネバネバしてないのさらっとして、そうです、うん、お二人のいでたちもそうですもんね、あの爽やかでね、とても、うん、俺が汗かくと暑いやん。暑苦しいって言われるのね。夜なって言われるのね。あ、でもさらっとされてる。そうそう、なんかポトポト落ちそうな感じ。俺のはもうダラーっと。見た目の話です、はい。だから本当にね、音楽もそういう、はい、暑いんだけど、その、爽やかっていうとちょっとね、ま、ちょっと違うの、うん、俺の表現力がないんやけど、うん、あの厚さの感覚がちょっと違う、うんうん、とにかくかっこいいです。ぜひそこに行ったか体験していただきたいですね、はい、ぜひぜひ。景色の見える、もう本当にかっこいい暑さ、うん、暖か、そして、すごい爽やかな風が吹く、はい、うん、景色とか、はい、2人が似てるっていうんじゃなくって、うん、そういう雰囲気を持ってるわけであって、全然あのスタイルとかも違いますから、うん、どっちかっていうと、あの和真くんはすごい、もともとジャズの人なんで、はい、ジャジーなあのすごい雰囲気を、うん、醸し出されるんです、うん、まあ、あの持ってる楽器も違いますから、うんうん、ね、メロディーをやはりサックスで吹くのと、アルトサックスで吹くのと、うん、まあ、タグの場合あのソプラノもあの、はい、まあ、あのサックスで吹くのと、うん、あフルートもあるやね、はい、まあ、そういう風にして吹くのとこのギターで弾くのとでは全然世界観、そうですね、世界観、うん、まあ、そのあたりもあの見ていただいて、聞いて聞きに行ってくだされば、はい、はい、明日もしお暇な方はとにかく赤坂ジーズバーに、ジーズバーですね、はい、お越しくださいませ。よろしくお願いいたします。これで個人的にも他にもやられてますよね。そうですね、あの基本的に僕のあのオリジナルの曲、うん、オリジナル曲を中心としたグループで、うん、それプラス、まあ、最近やってるバンドなんですけれども、うん、それプラス、まあ、ギタートリオプラスあの鍵盤楽器ですね、キーボード、まあ、ピアノだったりを入れてやったりしてるグループもありますので、うん、あとはもう一つは今度はギターとピアノだけのリオも、それも僕のオリジナルの曲と、あともう一人のピアニストの方のオリジナルの曲を持ち寄って、弦楽器、ピアノとギターって非常に難しいんです、合わないと。あ、そっか。ギターとギターは OK なんですけど、ピアノとギターって合わないとぶつかっちゃってどうにもならないんですね。あ、そっか。でもその、あの共演者の方はもう素晴らしいバランスで、はい、うまい具合に合ってるので。マイルス・デイビスがね、ギターを入れない、ギターを入れるときは鍵盤入れないよね。で鍵盤を入れるときはギター入れないよね。ああ、それわかりますね、うん。そうなんですよ。どうしてもやっぱ和音楽器同士ぶつかっちゃうんですよね。あ、ギター同士ってのは OK なんですよ。よくあるじゃないですか、バンドでギター3人とか、うんうん、ギター2人とか、あれ OK なんですけどね。あ、はい。そのあたりも、あのまあ。明日見に来ていただいて、はい、ジミーがいない時といる時とどんだけカズマ君の伸び伸び度が違うか。そこまでそんなプレッシャーを。いやいやいや、そんなプレッシャー。いない人の話するのはダメですよ。ダメですよね。いやいやでもジミーは怖いお兄ちゃんだよね。怖いお兄ちゃん、長男としてです。長男。直属のお兄ちゃんとしてですね、いつもあの仕事彼と今度ぜひ一緒に ね、 ね、 ね、どれだけ喋らへんかね。そうなんだ。いや、そんなことないですよ。いや、でも本当に楽しくやらせていただいて、うん、本当にもうトリオの世界観とまた全然違うので、はい、デュオだったり、うん、カルテットだったりって、うん、このね、ミュージシャンのこのタグも含め、まあ、私もそうなんですけどもね、はい、あ、私を含め、まあ、あの皆さんそうなんですけど、あのジャズ的なアプローチ、ミュージシャン的なアプローチってあの、ね、面白いんですよ。例えばタグが A というグループでやってる時の、うん、A という曲と、うん、B というグループでやってる時の A という曲ね、うん、全然違うのね、うん、で同じようなリズムでもそのミュージシャンが変わるとね、全く違う音に聞こえる。だから、うん、カズマ君も言ったようにあのジミー云々じゃなくって、どういう編成でこの編成ではどういうアプローチの仕方するだろうかとかね、うん、それを楽しみにして
見ていただきたいですね。これはね、ロックミュージックとかポップピュッポップポップラーミュージックとかすごいポップな感じに聞こえましたね。ロックとポップポップスとかとはね違うみたいな。ロックとかポピュラーミュージックって基本的に起承転結というかこのアレンジが決まってるじゃないですか。うん、でここにはこういう決まりのフレーズが出てきて、はい、っていうのがそれがかっこよさである。だけど、はい、こういうジャズ的なアプローチをする、うん、ミュージシャンっていうのはね、その場その場で変えていったりします、うん、ソロも全然アドリブソロなんで、うん、その場のミュージシャンとのこのノリでどんどん変わっていきますから、うん、そのあたりをね聞いていただきたいですね。そうですね、はい、うん、ライブの醍醐味っていうか醍醐味ですね。これもライブに行かない限りはそうですね、CD は何回聴いても同じ演奏しかしません、はい、まあ CD は CD はもちろんいいんですけど、はい、はい、さあ終わりに近づいてまいりました。愛の、あのコーナーもやらなければいけないんですけど、はい、愛のそのあるよ今後の予定言わないお話ししてよろしい。もう今の皆さん全部忘れてください日にちかぶってたら、ね、大変なことですからね、今週の金曜日と日曜日とかって宇都宮と高崎言ってるのもう忘れてください。金曜日と日曜日ですよね、はい、その間の土曜日に。おお、素晴らしい。土曜日、今月土曜日29日八王子、ライブバー XYZ2A でワニビーム、はワニビーム山という三味線の山影悟さん、マサルさん、マサルさん、ごめんなさい、マサルさんと、前回ツアーに回ったワニビームの石井寛治さん、近藤夏子さん、そしてフレームのお二人と竹内愛和佐田で、はい、面、は、々、い、で、うん、山影さんをゲストに迎えて、ライブをやります。アコシックライブですね、はい、はい、八王子のライブは、はい、XYZ2A でございます、で、来月はツアーに出発いたします、はい、ついに、バンドでツアーが実現することとなりました。10月の5日から岡山、兵庫、伊勢、大阪、高知、うん、京都、6連チャンライブです。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。アイシューザーというツアーで回ります。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いうことは全て言ったかな。うん、あんまり言うとね。お前、いや、もう言っちゃいますから。まあ、あの困った時は皆さんのそれぞれホームページ見ていただいて、ね。はい、皆さんのホームページを。とりあえず明日は赤坂行ってもらって、はい、金曜日には宇都宮、はい、土曜日八王子、日曜日は高崎の方に行ってもらって大島に。完璧ですね、はい。完璧でございます。はい、で皆さんのホームページチェックしてください。よろしくお願いします。最後に1曲歌いましょう。いいですか、うん、何歌うの。何やお父さん、何にも決めてないよね。さっきお腹いっぱいやから歌わないとね。すごい近くにカツの美味しいお店がありますね。そうそう、隣にね、あそこ美味しそうでしたね、とんかつのすっごい美味しいお店が、そこで食べ過ぎてしまいました。あまり美味しくて。佐藤さん、譜面ないんですよね。そこにある。ありますか。うん、じゃあ譜面のあるやつって行きましょうか。なんだこの余裕は。自分の曲ですかね。なんやったら最後にソロ吹いてもらったよ。僕でできるものことだったらやらせていただきます。いいんですかそんなの。大丈夫だこれ。こういう時にしかできへんで。おお。素晴らしい。じゃあ。くしゃみのようにしよう。あ、くしゃみのようにね。その間ちょっと喋りでつないどいて。はい。すごいですね、でも。これですね。番組をこのように職権乱用ですか。うん。ここってことですか。あ、そうやね、ここやね。ええ。発祥です。でまあ、インドロでもいいし、はいはい、まあ、適当に絡んだりとかは大丈夫です、うん、超贅沢、頑張ります。一応ね、 A メロは好きなところで入れるんで、はい、だから、まあ、ここから入ってきて、わかりました。はい、ギターじゃない、多分ギターも弾けるやろ、いけますかね。混ざっちゃっていけるならぜひ。いいじゃないですか、それも、ね、ありがとうございます。やんなきゃ、超嬉しい。さあでもできるかどうか分からない、何も言ってないですからね。
しいな。大体 どんな曲かも知らないですけど、ね、実際にあのね、取るよ。
ありがとうございました。すごいかっこいい。ありがとうございました。いえいえいえ、お邪魔しました。楽しい、いい曲ですね。ね、いや嬉しいわ。くしゃみのように。最後なんか私わかんない。いや楽しい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお越しくださいませ。ぜひぜひぜひ。今日のゲストはですね、サックス奏者でございます。はい、サックス奏者でいいんですか。はい、のタグさんとですね。タグさん。そして、ジャズギタリスト、アメリカ在住7年。そんなこと言わないで。ジャズギタリスト、曽根一馬さん。曽根一馬さんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。早稲田と。竹内愛でした。どうもありがとうございました。皆さんおやすみなさーい。おやすみなさーい。